クロード・ボンヌフォンは、フランスの画家である。農民の生活を描いた絵画で知られる。リオン派の画家の一人である。リオンのパン屋の息子に生まれた。父親は、ボンヌフォンが生まれて、すぐ亡くなり、母親は翌年、父親の仲間の別のパン屋と再婚した。1808年に12歳で、リオンの美術学校に入学し、ピエール・レ・ボワル・ヤ・グロニャールに学んだ。 1817年にサロンド・パリに初めて出展し、作品のうちの一つが、ベリー公、シャルル・フェルディナンに買い上げられた。28歳の時、1824年、ビクトール・オルセルとパリに出て、新古典主義の画家、ピエール・ナルシス・ゲランのスタジオの弟子になった。ゲランが、ローマのビラ・メディチのザイローマ・フランス・アカデミーの校長に、任じられると、ボンネフォンも、ゲランと共に、 ローマに滞在した。イタリア滞在中に、カンパニアやトスカーナを訪れ、ローマで宗教絵画の最高を目指すナザレ派の画家たちとも、交流した。ナザレ派の画家には、ユディウス・シュノルフォン・カラオルスフェルト、ヨーゼフ・アントン・コッフホヨハン・フリードリヒオ・ファーベックらがいた。1830年にレボワルの公認として、リヨン国立高等美術学校の校長に任命され、 その職を30年間にわたって続けた。版画家のビベールを招き、版画のクラスを作り、ボンヌフォンが校長を務めた1831年から1860年の間に、フランス美術アカデミーの賞である、ローマ賞の受賞者を17人も育てた。1834年に、レジオンドヌール勲章シュバリエを受勲した。1840年頃までは、イタリア風の絵画を描き、 そのご地元の資産家の肖像画も描いた。ありがとうございます。